はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日はオーダーいただきました作品の完成報告動画となります。はい、早速ね見ていきましょう。最近ねこの L 型ファスナーウォレット、オーダー続いておりますが、今回はね、オール湘南タッチのブラックで仕立ててあります。はい、で糸の方はね、ボルドーを使っております。なかなかいいですよね。これよくね、ブラックにオレンジとかの糸通してったり、使ったりするんですが、まあそれだとちょっとね、派手かなと思う方には、このボルドーもね、結構いいと思います。はい。で、持ち手の方も、こんな感じでね、立体加工、芯材を入れて、ぷっくりさせてね、引き手、作っております。はい、YKK、エクセラ。5号。ちょっとね、幅が広くなって、もう少し、ゆとりが、持てるような仕上げに、最近変更してあります。はい、中の方はね、こんな感じ。ゾディアックですので、この真ん中、ファスナーついております。大きくね、小銭入れ開きますので、出し入れ、とてもしやすいかと思います。ちょっとね、暗くて分かりづらいな、やっぱり。はい、こっち、あ、見えるかな。刻印ね、ありでしたので、刻印入っております。で、反対側には、お客様のね、イニシャル刻印、今回打ってありますので、ちょっとね、見えないようにしておきます。はい。で、L 型ファスナーウォレットだと、このね、下には、お札、入れることができない感じになってます。これはね、J 型だけ。J 型だけ下に入れることができるようになってます。はい、なので、L 型の場合は、折ったお札をね、この横に、まあ一番スタンダードな使い方ですよね。はい、まあここにね、ファスナー、あんまり使わないんだったら、こういう感じでも、お札ね、しまうことはできます。まあそれでも、それだとゾディアックのね、このファスナーが活かせないので、まあ横にね、入れていただければなと思います。もしくはね、下をここでくぐらせて入れたいなっていう方は、オーダーの際に、J 型ね、押していただければ、下のクリアランスね、開けますので。で、まあこの L 型だと、まあ一番ね、スタンダードな基本的な形になりますので。はい。以上、こんな感じですね。以上、簡単ですが。はい。L 型ファスナーウォレット、完成。あ、いつも忘れるな。コバの方もね、くのりと蜜ろうで、わかるかな？無理や。はい、こんな感じでね、まあ、しっかりと磨き込んでありますので、はい、ぜひね、動画の方で、ピントが。はい、ぜひね、動画の方で作品の方、ご確認いただければなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。